クフルの DIY。 皆さんこんにちは、アヤクフルです。今日はリクエストでいただいていた私の折り紙の収納方法についてご紹介します。私は外に折り紙を持ち歩くことが少ないので、結構ドシャッと1個の場所に入れてしまっていますが、量が少なかったり手軽に持ち歩きたいという方用のアイディアもご紹介しますので、ぜひご覧ください。ではまず私の収納方法をご紹介します。無印良品の半透明のこのロック付きのケースに入れてます。じゃーん、可愛い紙物は集める癖があってすごい大量です。これ全部折り紙なんです。横から見るとこんな風になってます。で、このロック付きのケースには全部このように右下に、これは折り紙なんで折り紙って書いてますが、全部このようにラベリングしてます。中身をざっくりとご紹介します。一番前に入れているのはこちらの木の紙です。こちらお土産でいただいたものなんですが、本物の木で作られた折り紙なのですごい可愛いので一番前にいつも入れてます。2枚目以降は全部この透明の袋に入れて並べています。入れる順番はかっちりとは決めていないですが、どこで買ったかとどこの種類のものかだけ分かるように分けています。今こちら最初に入れているのはダイソーのシリーズです。で、この間にこの折り紙の台紙みたいなのを入れてちょっと仕切ってあるんですけど、ここからセリアになります。で、もう一個仕切りがあると、これから先は折り紙という種類の折り紙をずらっと入れています。この種類の折り紙がすごい好きでたくさん持っています。100均のものは中に入っている紙とか全部捨ててしまうのですが、折り紙のこのシリーズはわからなくならないように後ろによっ、この何ですか、帯みたいなの入れるようにしています。もう一回欲しい時に分かりやすくするように入れています。で、もう一個仕切りがこうあると、その後は100均でも折り紙でもないその他のものを入れています。で、ちょっと仕切りがあって、その後ろはあんまり使わないんですけど、こういうデコレーションリングだったりとか普通の折り紙が束になって入っています。折り紙を買った後どのように収納しているかをご紹介します。まずこちら最近買ったダイソーの和紙千代紙です。このシリーズすごい気に入ってます。こっち幾何学柄、あとフルーツ柄です。なんで入れ替えてるかというと、この柄がこの入れ方だとちょっとずつしか見えなくて全然イメージがわかんないんですよね。後ろにこうやって書いてあるんですけど、これをやるのがめんどくさいので、あとこう開けた時に変に開けるんですよね。なんかちゃんと開かないというか、すごい開けにくいので別に収納をしています。だいたい開けるときにこの口の部分の透明の袋が破れます。はい、そんな感じで中身を取り出して、使うのはダイソーの A5 書類が入るサイズのクリアポケットです。この袋に1種類ずつ入れていくだけです。1つの袋には1種類ずつしか入れないのが私のポイントです。1種類ずつ入れ替えるのは最初の時はちょっと手間かもしれないんですけど、これをやることで後々探しやすくなったり使いやすくなるので、ぜひ参考にしてみてください。透明の袋に入れ替え終わったら、これはダイソーのものなので、この箱のダイソーのエリアにポスンと入れるだけです。量が少なかったり持ち運びが多い方にはこちらを使うのをおすすめします。ダイソーで買ったクリアポケット A5 が30枚入ったものなんですけど、このクリアポケットなんていうんですか、この穴が開いているファイルみたいなやつですね。これを使うのがおすすめです。さっきの袋でやったのと同じように1種類ずつこちらのクリアポケットに入れていきます。最近の一番のお気に入りはこのフルーツ柄のシリーズです。ダイソーなんですけど、この水彩画っぽい感じがすごい可愛くて、何か DIY しようかなと目論んでいます。ということで、このクリアポケットに全部入れ終わったら、こんな風に1個ずつ柄が全部見えていい感じに収納ができます。ファイリングをしたい方にはこちらがおすすめです。こちらコクヨの折り返せる超薄型バインダーというやつなんですけど、バインダーのこのリングの上にあるここをグッと押すとリングが全部開くようになります。で、表紙はこうちょっとこっちに寄せて、この今ファイリングしたやつを入れていきます。中身を入れたらリングを閉じて、下にあるつまみみたいなのをグッと上に持ち上げるとリングが閉じて、こんな感じのファイルを簡単に作ることができます。ちょっとはみ出ますが、あんまりそれは気にしないでいただけるといいかなと思います。こんな感じで折り紙ファイルが出来上がります。使うときはこのように1枚ずつスッと取り出すことができます。柄も全部一気に見えるので、このファイリングがおすすめです。
ということで今日は私の折り紙の収納方法のご紹介と、あと持ち運びたい方や量が少ない方のためのおすすめのファイリング方法をご紹介しました。使いやすい収納にするためには1種類につき袋は1つというのがポイントです。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。今日は折り紙をご紹介しましたが、他のアイテムの収納方法が見たいなどありましたらコメント欄にコメントお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。あやくふるでした。バイバーイ。